城下筋より望む岡山県立美術館。岡山県立美術館は、岡山県岡山市北区にある美術館。通称、県美。当美術館は、岡山市の中心街、高楽園や岡山城にほど近い場所にあり、1988年、岡山市天神山地区の再開発事業として、岡山県によって開設された。同館は、郷土ゆかりの優れた、 美術作品を収集、展示するとともに、内外の芸術活動を紹介する展覧会やイベントを開催し、県民の幅広い文化活動の発展に寄与することを目的として設置された。施設の設計は最高裁判所などの作品で、有名な建築家岡田新一によるものである。収集方針は、岡山の美術をメインとし、それを支える作品や資料を、絵画、 彫刻、工芸などジャンルを問わず集めるというものである。公共美術館として、郷土を重視するのは当然であるが、県立美術館の中で同館ほど、郷土ゆかりに徹する館は珍しい。常設展として所蔵している。美術品は、岡山の美術展として公開するほか、特別展として、全国の美術館の巡回展などが行われ、優れた美術品に触れる場を提供している。 また、学芸員や外部講師による講座やワークショップなどを催しており、美術の普及活動にも力を入れている。岡山県にゆかりがある、雪州、宮本武蔵、浦上極道、岡本豊彦、松岡久志、玄武将、三谷国志郎、鹿野小木武史郎、赤松林作、小島寅次郎、正宗徳三郎、坂田和夫、池田洋村、国吉安夫、 尾のちっきょう、岡本陶器、瀬本洋子らをはじめとした画家の作品を帰宅品、含めて約五千点を所蔵する。また、正阿美勝義の近郊、平串伝中の彫刻、備前焼の人間国宝である、金重東洋、藤原慶、山本東州、藤原武氏の作品、高木性格の書などを所蔵し、そのジャンルは古書画、日本画、西洋画、 工芸、彫刻、写真、書など多岐にわたる。古書が日本側およそ1ヶ月に一度、洋画、彫刻、工芸はおよそ3ヶ月ごとに展示会が行われている。主な作品として、牧谷、老子図、重要文化財である玉館、ロザ山図、同じく十分の摂集、山水図、宮本武蔵、ホテ図、浦上極道、山館よみえき図、国吉康夫、 祭りは終わった、開く自電中、逸浦長寺などがある。ありがとうございます。